ただいまね、富山空港に到着いたしました。バスかな。じゃあバスで今から富山市の方に向かいたいと思います。こんなに深いところ止まりますか？あ、大丈夫です。その後市役所前と、あ、大丈夫です。駅まで行っちゃうんで、はい、400いくらでしたっけ？420。あ、了解です、はい、よいしょ。ただいまね、バスに乗りました。ニコニコ現金もあるんで420円だそうです。はぁ、疲れた。はい、バスね、ほぼ満車状態でございます。はい、ただいまね、富山駅の方に到着いたしました。時間にすると12時19分ですね。約15分から20分ぐらい遅れてるんで、まあお昼食べるにはね、めちゃくちゃちょうどいい時間で、まあ偶然というかね、飛行機遅れたことによってもちょうどいい時間になったんじゃないかなと思います。もうね、今日も朝そば食って、もうそれから何も食べてないので、早速ね、ご飯食べに行きたいと思います。まあ、富山ということもございますので、寿司ね、昼から食べたいね。回転寿司とかね、結構ね、安いらしいので、別に買ってんでもいいんだよなと思ってるんですよね。全部無理してそんな寿司屋行ってね、働い金払うと思うので、お金使いすぎちゃってなかなかね、お皿が今回厳しいんですよね。まあ、なので、ちゃちゃーと食べれそうな回転寿司屋さんとかがあれば行きたいなと思いますね。駅の中に何かあるって聞いたのかな、どこだっけな。駅の中にね、入ってみたいと思います。あ、なんかちょっと駅だね。そうか、新幹線の駅も入ってるのか。とりあえず立派ですからね。まだね、先週もそうだったんですけど、ちょっと腹の調子がね、まだね、干潮ではないので、そんなにね、今回の旅もね、暴飲暴食できなさそうなんですけども。あれ、カニね。あー、いいね。これ寿司屋さん、はい、こちらね、有名な寿司玉っていうのかな。あー、やっぱ並んでおりますな。違う、ブラックラーメンか。うわ、すげー並んでるな。で、これが天丼、すっげー天丼、こんな並ぶ。やばい、ちょっとのっけからちょっとまたランチ並みに飛ばしてきてるな。なかなかの行列だったな。今12時半だからか、ちょうどいい時間だからかな。よし、じゃあしょうがないから、ちょっとこの近所の回転寿司でも行くか。なんかね、うまそうなのが一軒あったんだけど、そこもなんか並んでるっぽいんだよな。まあ、とりあえず行ってみましょう。すが、富山路面電車の下になっていただきますね。結構ね、あの車体かっこいいですね。なんかね、モダンな感じがして。でね、見つけちゃったのよ、その寿司屋さん。あれね、超並んでんだよね。やばいぞこれ、寿司食えねえぞこうなると。あ、でもなんか隣にもあるぞ、なんとか富山寿司って。なんかあそこが回転で、あっちにも寿司屋があるんですよね。さて、どっちの寿司屋にしようかな。でも並んでない方でも、これみんなやな、別にな。ちょっと並んでない方行ってみます。早くちゃちゃっと食べたいんで。多分回転寿司よりも若干単価高そうなんですけど、あそこで行ってみたいと思います。ほら、こっちだよ、もう。
ちらのお店アブリアン富山寿司さんっていうところですかね。富山に来てからの1食目終わりました。もうなんかノスタルジックな感じがしてかっこいいですね。ということでね、富山に来てからのね、一番最初のミッションだったお寿司を食べるというミッションね、終わりましたんでよかったです。全般的にね、こう白身魚系だったんですけどもね、なかなかプリプリもちもちしてて、味もね非常に美味しかったです。ただいまの時刻がですね13時ぐらいなんですよね。まだねチェックインするにはね時間が少し早いんですけども、さて次どうしようかな。ねこの近くの公園に全国的に有名なおしゃれなスターバックがあるということなので、そっちに行ってコーヒー飲んでそれで戻ってくるぐらいにはね、ちょうどホテルのチェックインの時間になってると思いますので、一旦そのねおしゃれなねスターバックの方行ってからホテルの方にねチェックインしたいと思います。まあ、ここにもスタバあるんですけどね、後ろのスタバではございません。なんか建物かなんかがめちゃくちゃなんか洒落てる感じのスタバだったんですよね確か。まあ多分スタバ好きな人には結構有名なねスタバだったような気がします。でここは多分歩いて5分10分のところにあると思いますので、まあ食後の運動がてらそちらの方に向かいたいと思います。当たろうと思ったら急に赤になって怒られちゃいましたね。ちょっとね残念ながらですね、ちょっと雨が降ってきてしまいまして、まだね本降りではないので傘ささないでこのままね向かいたいと思います。よくわかんないな、多分ねあっちの方行くとね着くと思うんですよね。マップを見る限り向こうの駅も多分着くと思うんですけども、機関性ね土地勘がないんでねよくわかんないですね。なんだろうな、このね久しくこの感じてなかったこの街の静けさっていうんですからね、最近行ったところ結構ねワイワイガヤガヤしてたんでね、そこそこね賑わってるなっていう感じはしてたんですけど、この富山なんですけどね久しぶりにねちょっと静寂に包まれてて久しぶりの感じですね、こういう静けな感じはね。多分あちら歩いてるパフォーの2人も方向が同じなので、おそらくきっとそちらのなんとか公園の中にあるスタバ方面に行ってくれるんじゃないかなと思って、さっきから後ろつけて歩いています。決してストーカーではございません。富岩運河冠水公園っていうのね、いややっぱりあの若者2人についててね良かったですね。見事同じ方向というか多分同じ場所に行くんじゃないかなと思いますね。しかしなんかこの公園なんかあそこに橋とかあったりして、なんか大きくて結構洒落たね公園ですね。あの後ろにいらっしゃるカップルの方も言ったんですけども、言うほどすごくないねみたいなこと言ったんですけど、まあどうだろうな、でもまあすごいねおしゃれな感じですよね。私のスタバにはね全然ない感じなので、まあ僕はね結構好きな感じのスタバだなというふうに思いますけど、どうですかね。ここは通って大丈夫なのかな。いやーね、ベビーカステラ見っけちゃったよ。これ食べるね、結局なベビーカステラって買っちゃうんだよな。ゆっくりできてていいなっていう感じですね。変なねノイズとかも全然ないのですごくねいいですね。さてねポツポツね時間的にもいい時間になってきましたんで、ホテル方面の方に向かってねチェックインできるだったらもうねさざーっとねチェックインして少し体休めたいなというふうに思います。すげえな、今日一うるさいのがこの工事現場か。歩道もね広くて歩きやすいですね。ただメインの駅前でこの人数なんですよね、人見ないんですよね。あの向こう側は結構人いらっしゃったんですけど、こっち側になると本当に急にね人がいなくなるなっていう感じがしますね。ただね虫がねめちゃくちゃ多いですね。今日ですねアパホテルを撮ったんですけどね、アパホテルがね見えないんですよね。さてどこにあることやらって感じですね。あれちょっと画面見えてますかね、この辺かな、この辺に見えてるような気がするんですけど、アパホテルねうっすら見えたんですけど、意外と遠いのかな。なんかあの青い建物あれがね本日の宿はアパホテル富山駅前さんでございます。結構歩くなやっぱり。えひょっとしたらお前マジかよこれ直接行けないんだこれ。あそう、あの多分ですけどあそこにね歩道橋見えてると思うんですけど、あそこかその向こうの信号渡らないといけないみたいです。マジか、そ
こういうの先に行ってよ。はい、アパホテルの方に到着いたしました。富山の駅からやっぱ10分弱ぐらいですかね、歩いて。結構ね、歩くと思います。で、今の時間が2時半ぐらいなんですけども、確かね、アプリチェックインだと2時ぐらいからチェックインできたと思いますので、ちょっとできるかどうかね、確認していきたいと思います。